10個の言葉がありました。この言葉を使って問題は清少納言と紫式部について説明してください。どんな人ですか。今言った10個の言葉全部使ってください。でももう忘れちゃったよって人もいると思うのでもう一回聞きます。もう一度聞くのでその部分だけです。20分全部聞きます。その部分だけ聞くのでもう一度聞いてメモをしながら聞いてこれに答えを